初代、市川佐団寺明治37年8月7日は、歌舞伎役者、大阪生まれ、屋号は高島屋、縄文は三章に、左、替えもは松川美史に鬼沙。拝命に松沙、むしろます。本名は、高橋英造、大阪道頓堀生まれ、父は、歌舞伎役者の血白師、中村誠吉。7歳の時、市川達造を名乗って、初舞台。 後七代目、市川團十郎門下となり初代市川小米、その後初代市川賞和歌を名乗る。子供芝居で修行するうちにその才能が周囲に認められ、源氏元年四代目市川賞、段次の養子となる。はじめ実刑の四代目、市川米蔵に養子の話があり、江戸中村座の関係者が上坂してあってみたが、うまくまとまらず。 帰ってそこに居合わせた増若の美貌に惚れ込んでこれを用子にすることにしたという。江戸に下り、市川佐団寺と改名。翌元治2年正月中村座、鶴竹亀蘇我島大の信田小太郎、小林浅比奈で江戸を広め。記録には、佐団寺が編笠傘を取るとその美しい要望に、観客は湧いたが、上方なまりの功績を聞いた途端に、観客は失望して、ヤジが飛んだとある。 これ以後、佐団寺は不調に陥り、洋不将、団次の死後は、舞台からも敬遠される身となり、商団次の未亡人、おことはこれを離縁して気さかさせることまで考えた。しかし商団次の親友だった二代目、川竹新七がその身を預かり、佐団寺に一から稽古をつけ直して、ようやく舞台に復帰するようになった。明治三年三月森田座。 楠木の流おさむ花見幕張の丸橋中屋が大当たりとなる。この芝居には佐丹寺勤める丸橋中屋の一人前代、江戸城堀端の場が作られていた。これには共演者や劇場関係者からの苦情が出たが、新七は文字通り身体をかけて彼らを説得する。蓋を開けてみると、九段の堀端と中屋打ち取り物の場が最も評判が良かった。立ち役で、 新作の刺激に本領を発揮。明快な功績、立ち回りが見事で男性的な芸風だった。当たり役は、出世芸となった、慶安大兵器の丸橋中や、大敗少主宣教者の馬場サブロベ完全長枠のぞきからくりの村井長安は父譲り、肝心長の戸賀氏、青子を花くれない災賀の南郷力丸、加古鶴部加害水星の佐野次郎左衛門など。 九代目、市川段十郎、五代目、小野菊五郎と共に、段菊左と並び称され、明治二十年には、天覧歌舞伎の舞台に立った。明治二十三年には、新富座の座頭になる。明治二十六年には、明治座を新築し、座元として、近代的な劇場経営を行う。新作物中心の興業を推進し、明治三十二年明治座で翻訳家で、 新聞記者の松井翔王作による悪言太を所演した。これは、旧来の慣例を破って芝居関係以外の者のによる脚本を採用した講師で、これが二代目左ンジ以降の進化武器の原動力となった。私生活では温厚な人格者として、周囲の尊敬を集めていた。明治十七年五月明治座、敵国幸福の漁師、渡ると田を最後の舞台として、 同年8月新富町の自宅で死去。それは、ある意味で江戸歌舞伎の終焉でもあった。子に二代目、市川左団治と三代目、市川炎章。娘婿子に二代目、市川松澄太。八日の弟に、初代市川右段次と五代目、市川章。段次、実刑に三代目、中村樹三郎。実弟に、初代市川康二郎がいる。ありがとうございます。